このまず赤の色もとても綺麗ですし、フリンジもすごく可愛いですし、この何でしたっけ、あのタータンチェックがすごくあのおしゃれで、このデザインがとても気に入っているのと、あとはオーバーサイズでとてもカンフタブルなところがお気に入りのポイントになっております。はい、なんかすごい習ったワードばっかりなんか本当にファッションのお仕事するのが初めてだったので、はい、あのこういったハイブランドの本当にこういうファッションワードなどを教えてもらいつつ、今回撮影をして本当にたくさんのことを学びながらやらせていただきました。私はこう普段はパンツスタイルが多くって、特に本当に普段から体を動かすことがとても多いので、あの回し蹴りしやすい服装などを好んで着ています。ちょっとベルザーチェにはないかもしれない。そうですね、でもあのいろいろ見させていただいて、本当になんか自分が知らなかったんですけど、なんかカジュアルなラインもたくさん出ていて、動きやすそうな 服も何点かあの見させていただいたので、ちょっと後ほど紹介させていただきたいと思います。本当に普段からパンツスタイルが多かったんですけど、今回こうやって撮影をさせていただいて、いろいろなそのスタイルのお洋服を着させていただいて、また新たな発見があったので、こういったその赤いニットにこのスリットが入ったスカートのような大人らしい服装にも今後はチャレンジしていきたいなと思っています。あの観葉植物を育てることにすごくハマっていて、今何人か育ててるんですけど、もう自分の子供のように育ててるんですけど、あの朝起きて日光が必要な子には日光を当てて、風がたくさん感じさせてあげないといけない子には風を感じさせてあげて、こう抱っこした時にすごい軽いなと思ったら、その子に水をたくさんあげて、なんかすごく会話を楽しんでます、心で。お家に何株ぐらい、何鉢ぐらいのお家なんですか？あの最近見つからしちゃっていや本当に難しくって育てることが、今は5人です。多肉植物とかですか？あ、そうですね、多肉植物も、育ててますね。あと水耕栽培とかにして、あのサボテンの根の生え方を毎日あの観察して、なんかすごい生え方するんですよ。それを見るのがすごく楽しくって、なんかこの子たち生きてるなっていうのを毎日感じるのがすごく好きなんです。はい、あ、これは撮影で着させていただいたドレス、ワンピースです。あの私普段なかなか挑戦したことがなかったんですけど、こうやって着てみたら新たな自分を発見できて、とてもなんか大人な女性に近づいたなっていう気分になれたアイテムです。あとは、あ、そうだ、こういった先ほどお話ししたんですけど、本当に何でしょう、あのエレガントなアイテムだけではなくて、こういった普段着やすい
カジュアルラインも出ているので、私も今後これを着てお出かけしたいと思います。これそうですね、柔らかい生地で伸縮性もありそうなので高い回し蹴りが披露できそうです。